気仙沼第一聖書バプテスト教会の牧師をしております、峯岸博士と言います。実は 3.11 の時にですね、気仙沼第一聖書バプテスト教会は、全て、教会とともに、自宅もですね、全て流されてしまったという現実に出会いました。5年目の春になりましたけれども、4月の29日の日ですね、その日にですね、気仙沼第一聖書バプテスト教会は剣道式をすることになりました。で、その当日ですね、私はその前から、皆さんと一緒にですね、何よりもこの剣道式は主イエス様の栄光を表れる式典になるようにという祈りが第一でした。2番目は最高の天気にしてくださいと、最も良い天気、この2つの祈りをですね、ずっと私たちはしておりました。そしてその4月29日に迎えた時ですね、まさに天候は最高の天候でありました。そしてまた300人ぐらいの人たちがですね、本当に超える人たちが、お祝いに駆けつけてくださったんですね。これは本当に私にとってはですね、驚くべき恵みだったということをですね、改めて思わされています。そして、その中でやはり、礼拝を持ちながら、また、ご祝辞をもいただいたんですけれどもね、一人一人ですね、本当にこの恵みのことを語ってくださったり、あるいは励ましの言葉をですね、語ってくださったりしまして、私たちとしては本当に素晴らしい、剣道式になったなということを改めて思わされております。そして教会堂にはですね、実は天井を見ますと日本の湾曲したこの針があるんですけれども、その日本の針はですね、この湾曲した針はですね、これは虹をイメージしてるんですということを設計師さんが語ってくださったんですね。で、彼の証をですね、実はその剣道式の時に聞いたんですけれども、この気仙沼に来る時にですね、本当にこうダブルの虹をですね、見たというんですね。で、私は本当にそのことをですね、聞きながら、素晴らしいことの証をしていただいたなということをね、改めて思います。ですから私たちは街道に入ると湾曲したこのね、針を見ることができるんですが、それを見るときですね、創世記の9章に出てくるノアと神様が本当に契約関係を結んでくださった。この虹はですね、永遠の契約だということを聖書の中に書いてあります。ですから私たちはですね、この礼拝堂に入って、この天井を見て湾曲したものを見るときですね、ああ虹を、ね、のイメージをね、いつも思いながら、そして神様が永遠の契約をしてくださったということをね、思い起こしながら生きたいというふうに本当に改めてこう思わされておりますね。そんなふうにしてですね、本当に地域に開かれたコミュニティの教会でありたいというその願いをね、しながらですね、本当に教会員が神を愛して、互いに愛し合って、隣人を愛して、本当の希望であるイエス様の恵みの福音をですね、大胆に述べ伝えていく教会になることをですね、宣言をしました。そして、我この岩の上に我が教会を建てんとイエス様がおっしゃってくださったマタイの福音書16章の18節ですね、イエス様ご自身がこの教会を私が建てるというふうにね、言ってくださっているので、イエス様に従ってですね、この教会を立て上げていきたいというふうにですね、思わされています。まさにね、私の教会が福音宣教の拠点となる教会としてこれから行きたいというふうに考えております。震災後ですね、本当に私たちの教会においてですね、流されたような状況の出来事の中にあって、ですね、本当にこう救われる魂が救われるというね、そういう出来事が本当に起こったことはこれは確かなんですね。で、実はこの4年間の間の中で、私たちの教会では10人の方々がイエス・キリストというお方をですね、信じました。ですから本当に10人の方にバプテスマで授けることができました。ですから本当に地域においてですね、震災の出来事を通して、本当にこう神様を求めるというか、そういう部分が実はあったということをですね、本当に思いますね。今少し落ち着いてきたので、その部分がちょっと落ち着いてきたかなっていうのはあるんですけれども、でもですね、
そういった中にあって、本当に何人かの方々がそんな風にして反応してくださっているということ、また今も新しい街道になってからですね、本当にこう何人かの方々が今新しい方が来ているということも不思議だなというふうに思わされています。ですから確かに神イエス様が本当にこの新しい街道にした後にですね、また魂を送り続けてくださるのかなと思いながらいるわけであります。これからもさらに喜びの福音をですね、本当に大胆に述べ伝えていく教会になりたいというふうに思っております。気仙沼第一聖書バプテスト教会の峰岸です。本当にありがとうございました。感謝します。